ご視聴ありがとうございます。今回なんですが、蔵出しフィギュアじゃないんですが、すいません、いろいろ事情があって投稿できなかったフィギュア動画になります。よかったら見ていてください。はい。で、私こういったフィギュアのまとめ系動画って今までもたくさん投稿してきてますが、基本静止画でご紹介だったんですが、今回はちゃんと動画です。本当はもう個別でもご紹介したいくらいで撮ったんですが、まあそうですね、例えばエロ度が強かったり、で、あとは知識がなくてあまり雑談ができなそうだったり、で、イベントとかと重なってしまって時間がなくてそのまま放置してしまったり、で、あとはまあうまく撮れなかったりとかもありますかね。いろんな事情があって本当お蔵入り気味になってしまったっていうデータをですね、今回一気にまとめさせていただきました。で、割と最近のものから結構前のものまであって、もう発売間近になってしまってたり、で、受注特区に締め切ってたり、で、まだ受け付けてるものまで、ほんと様々です。で、まあ、そんなフィギュアを、美少女系のみでですね、だいたい12から、まあ、一応16種類くらいですかね、作品もメーカーさんも、ほんともうごちゃ混ぜなんですが、まとめてみたので、よかったら見ていてください。はい。で、これですね、一応個々に喋っていても、まあ、投稿できなかった理由、言い訳みたいになってしまいそうなので、今回雑談なしでいきたいと思います。まあ、でも本当動画で撮ってきてますので、いつもの写真だけよりもですね、本当気になってたものばかり、どれも欲しいものばかりなので、見応えはちゃんとあると思います。ですので、ぜひゆっくり見ていってください。
はい、以上になります。今回はですねちょっといろいろあって投稿できなかったフィギュアの動画まとめでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。